クラス、スマホでカルチャー。こんにちは、エウレカです。あれたまにあるんですね、こういうなんかご機嫌よろしくない時がね。改めまして、エウレカです。今日も歌マクロス、やーていこうと思います。ハッピーバレンタインというやつですかね。まあ先日もお話しいたしましたが、エウレカさんには縁のないイベントでございます。もうバレンタインなんかなくなりゃいいのに、ホワイトデーってなんだろうって、ついでにクリスマスもなくなってしまえばいいとか思うぐらいで、あとは節分もね、なんか最近この恵方巻きっていう不思議なこの風習が大江戸にもなだれ込んできまして、恵方巻きとか聞いたことねえぞと、うわ調子悪いですね。なんかぶつくさ文句ばっか言ってるからですかね。豆巻きはいいだろう。恵方巻き、どこの地方の風習をね、なんかそのコンビニさんが取り入れたのか。大江戸にはそんな、習慣ございませんのでね、節分は豆を巻きます、昔からよく巻いてました。ギブミーギブミー 笑っちゃうぞこれ。シュバルチーゴセイエック。これで一応シュバルツェシリーズは全部揃ったっていうことになるのかな。確か、あれミクオちゃんもシュバルチあったよな、確か。ありましたよね。あれちゃったかな。イベント開催中、復刻ちょこっとルンピガバレンタインね。頑張っておりますよ。エーテル増やしてますよ。なんか600個ぐらいになりそうかな、そろそろエーテル。はい。今日は、にゃんにゃんステップガチャ、来いではなく、バレンタインですね。新ラインナップのフレイヤのデカル、ああ、なるほど、なるほど。ニュルニュルっといきました。あ、フレイヤガチャなのか、今回。まあいいや、ガチャページ、さっさか行ってしまえば、わかります。ミクオちゃん大好きです。失礼いたしました。ガチャページへ参ります。これでも同じこと言ってたような気がするぞ。ほい、恋ではなく、あ、フレイヤデカルガチャということは、そう、普通のね、普通って言ったら変ですけど、デカルガチャってついてる場合と、このキャラクター名がついてるデカルガチャの違い、このキャラ名がついてる時は、このピックアッププレートの内容が歌姫ホニャララになるんですね。相性がその本人しかついてこないんです。そういった時に、まあ、今回はフレイヤちゃんですので、フレイヤデカルガチャとなるわけなんです。もう一度、はい、歌姫スコダメ、へー、まあ、一応フレイヤちゃんはね、エウレカの中では一応スタメンに入っておりますので、ミクモちゃんセンター、次にバサラキュンで、3人目にフレイヤちゃんですね。まあその、まあ、2人目3人目の部分が、まあ、カナメさんになったりする時もあれば、マキマキ、ランカちゃん、なんかそこら辺がメインであります。で、あとは脳付き対地何もついてませんね。まあショート系、楽曲の長さが短い曲の時に活躍するスキルでございます。あと星音プレイ、あ、ハヤテくんじゃないですか。ハヤテくんだ。飛ぶべきは今、これあのウィンダミアのあれだな、絶体絶命の、になりながらも VF22 の乱入と崖下の光景に勝機を見出したハヤテ。フレイヤとミラージュと、フレイヤとミラージュも断崖出ぬわな、誘うと自信をみなぎらせて不安を吹き飛ばした。なんか処刑されるとか、なんかそんな時のやつだった気します。やり客前ゴー、ほうほう、いい感じじゃないですか。いい感じだ。まあいいんじゃないですかね。ドレスコードは黒く甘く、
おしゃまくかなんかの時ですね。でこの間おしゃまくギャラリーっていうのをやってた時にはこれのね衣装の展示がありました。写真写中へ禁止ってなってたのでね撮れなかったんですけど、これのもうリアルサイズのね人が着られるサイズの衣装が展示されてました。出現詳細エピソードの方で、まあ、いつも通りですね 1.600% ギブミーギブミーギブミー 12.164% です。じゃあまずは1回無料引いてきます。まあ、ちょっとねここのところ星6プレート、まあランカちゃんですよね。ランカちゃんとあとシェリルさんのところでもねステップガチャまでね引いちゃったので、超デカルステップガチャかなまで引いてしまったので、ちょっと厳しいんですよね歌唱席が。でその代わりねエピソードオーブの台はなんか今30個ぐらいあるのかな、まあ、かなり余裕はありますので、もうさらり10連で終わらせてしまいたいところなんですが、どうでしょうか。割引度300。まあなかなかねこの1回無料でねそこまで活躍することはまあたまにあるんですけどね、たまにガツッと来るときね、あの星6かピックアップのね星6引けたこともあります。あらいいですね、割引の300引いてきます。はやてくんでしたね。はやてくんが一瞬読み込み入った、よかった。まあでも今の読み込みの程度だと多分星、エピソードプレイとか、星3のエピソードプレイとか出て終わりでしょ。バルキリー3期ほんとね、もうこのバルキリー3期って良くないんだよな。これでね星5、どうせだったらねなんか1本の方が出るような気がする、どうせ言うならね。3本でなんか美味しい思いってそんなにね感じたことないんですね。夏色にときめいて、あれカットイン来る、ほう、ピックアップありがとうございます。よっしゃあ来ましたね。ドレス強度は黒く甘くあれ、ああギブミスイートも来たあーいやバルキリー3本でまああるときありますね。んあるとサオトメあるとあのワルキューレのこのプレート何のやつだろう。はい、エピソードが追加されました。あ、劇場版の方のあれやな、これ。うん、溢れるリズムと輝き、雷電シャフト。あ、結構古み。このプレートの自体は、劇場版のやつですね。劇場のワルキューレか。ほい。そう、劇場版の方だと最初からね、颯くんはね、デルタ招待に入っておりますから。はい、戻ります。いやーよかった。10連でね、スパッと、この、エピソード、間違えた、ピックアッププレート、引けたので、本当に良かったですよ。本当に良かったですよ。このね、星5引いても、全然ピックアップじゃねえっていうのが、結構続いてたんですよね。星5引けた時、星5、これ何度も言ってますけど、星5の出現率が 5%、 そしてピックアップの出現率が 1.6%、 5% の約3分の1ですね。約3分の1がピックアップ、だから逆に言うと星5を1枚引けたところで3分の2の方ピックアップじゃないプレートを引ける可能性の方がかなり高いんですね。でもうその星あれなんかさっきと同じような感じだぞ。そう、星、ピックアップじゃない方にこう語っちゃったりするともう星5をね何枚でも何枚引いてもいつまで経ってもピックアップこうね、あ、ビグビミスイートかぶりましたね、重なりました、心配かけちまったみたいだな。カットイン来ねえかな、来ないですねあら裏切り者、見え見えの強い、多分そんな感じのシーンでしたよねこれカットインはやはり兵器ではありませんから、ストシオンほいな、必ずラグナ製で、あ、まあでも今回ね一発でね星5がね、ピックアップ引けたので本当に良かったと思います。そうしましたら戻りましょう。はい、歌唱席取ってきました。
ジャスト1000個。いやー悪い癖ですね。なんかさらっとピックアップ引けたらそれはそれでさっさと諦めてしまえばいいじゃねえかって、思うかもしれないですけど、なんかこうでパッとピックアップ引けちゃうと、あーなんかあもうちょっといけんのかなとか思ってしまっちゃったりしまっちゃうわけなんですよね。悪い癖ですね。あれでもこれでも30連ですね。早っ早い。どうしよう、この今月、この後またあるわけですからね。まだあるわけで、いやなんかねバルキリー3件本当に良くないんだよな。でもここで来ないここでね逆にねレインボーが出てくれれば、あのピックアップがまた引けるっていう可能性がねかなり期待大になってくるわけなんですよ。だいたいね星5プレート引くときは読み込みが発生しますので、その読み込みが発生しないということはすでに引いた星5が出てくるということは、さっき引いたピックアップが引ける可能性が高くなるんですけどね。私たちの他にも誰かいる？なんか違うよな、ほんと違うんですよね、ほんと違います。ロックオンできてないよな、全然ロックオンできてない。あなたはスパイ？全然ロックオンできてませんね。そしてあ、でもあなたはスパイがもう少しでラック20まで育ちそうといった感じで、でもねこれね使い切っちゃうともう今月歌唱席がなくなっちゃうわけなんですよ。どうしようどうしよう回数報酬をね、回数この復刻イベント中に回数報酬をかなり こなしましたね。またバルキリ3期なんでだろうな、この調子のなんか悪い感じ、良くない感じですよね。月に輝く訪問者、バルキュレに残りたい残れないんだな、これ残る、なんか違うよな。ガナメさんに報告させてもらう、いや報告いやギブミーピックアップ、いや重ならないか、ロックオンできてないよ。あなたはスパイ？あと1枚でラックが20。いやもうさすがにねプレゼントブワックス空っぽにしちゃいましたのでね、これ以上引けない。あれ結局20連40連か、40連引いて星5、まあピックアップ引けたからまあまだいい方だけど、歌姫ページから解放していきましょう。エピソード1なんですね。 Give me sweet プレートで解放していきます。おう残念、まずこっち、あれでもエピソードプレートもシークレットボードが1しか進んでないってことは3枚しか引けてねえってことか。いやーまあピックアップ引けたからよし、いやよしだよしはよしだけど、歌唱席は見事0個になってしまいました。どうするんでしょうか、今月この後どうするんでしょうか。もうとにかく回数報酬をこなしていくしかないですね。エクストリームの100回プレイ、それをね10曲こなせば500個手に入りますから、10連分ですよ。だから500回歌マクロスプレイです、しなきゃいけないです。歌唱席10個もらいまして、あとはエピソードオブね、いやもうほんとガチャ無理しなきゃよかった、まあでも、いいでしょう。いや重ねたかったな、残念やな、残念ですね、残念。歌姫スコダメ、欲しかったな、フレイヤちゃんの分な。そして残りはアイテムで解放していきます。ほらエピソードの第、あれなんかチューンもいつの間にかまた増えてますね。38個もあったっけな、まあいいや。エピソードの紙まみてますね。エピソードオーブの第はいい、リャン3、あ行き過ぎ、リャンでいいですね。アイテム使用、ニルニルニルと残り100がエピソードオーブのチューンを2っちゅー、ニュル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 コンプリート。悔しいな、悔しい。おー、ゴリゴリ、なんか胸が結構プルンプルン揺れてたぞ。トルソ受け取りまして、新しい衣装ゲット。
さあこれで、ホームからでいいかな。ちょっと見て衣装見てまいりましょう。あ、いいや、もうイベントページ行っちゃえ。イベントページの方でお着替えしてきますかね。はい、そうしましたら、ちょこっと復刻、ちょこっとルンピカバレンタインからの、ポッチ選びまして、楽曲変更のマクロスデルタからで、ニュルニュルとニュル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 、おにゃの子のソロの方でよかったと思います。エクストリームやっていきましょうか。まあ、今日こそあのフルコンボ見せましょう。まあ、すでにパーフェクトは出せてはいるんですが、プレイ、まあ、いいや、もう 3倍でぶっ飛ばしちゃえ。アイテム使用。アシストがコーヒー牛乳さん、よろしくお願いいたします。で、まずセンターを入れ替えるだけでいいかな。フレイヤちゃんとセンターを入れ替えまして、間違えた、あ、よかったんだ、今長押しでもよかったんだ。衣装のところタップでお着替えしてまいります。アプフェルショコラーデ、あ、ショコラーデね、ショコラーデじゃなくニュルニュルといきまして、あー、トリックアップなんかあったな。シャイニーベルト、これなんかちょっと形に、あ、キルシェエレガント、全く使ってませんね。シュバルツェゴシック試着、じゃじゃじゃーん、ビューしてきます。おいおい、ゴシック、ゴシック、ゴシックですね。確かにゴシックです。はい。あんまり意味わかってませんけど。履くのが大変そう、この日も。まあ、うん、こういう CG だからね。まあ、気にしなくていいのかな。まあ、現実だったら大変そうだなっていうのと、あとこのスカートね、さっきオープニングのところで思いっきりなんかこうまためくれてたような気がするんですけど、見えはしなかったっぽいんですが、怪しいですね、かなり怪しいです。まあ、エウレカ的にあの歌幕内ではフレイヤちゃんはパンチラ姫なのでね、もうとにかくフレイヤちゃんのはめくれる確率が高いんですよ。でそしてね、なんかこのお胸結構寄せてあげてる、なんかボリュームを感じますよね。どうだろう。どうなんだろう。いつもよりなんかより大きく見えるんですが、縦向きにしていきましょう。フレイヤも可愛いですね。まあよくできてると思いますよ。よくできてます。はい。こんな感じです。よし、そうしましたら。あれ、あ、顔が切れてた、失礼。着替える、 OK。 ほい、じゃあこれで 3D フル音量ミニマム、これで1曲やってきます。ゴリッゴリでいくかね。今読み込み入ってたから多分大丈夫だな。ソロライブです。油断するなよ。あ、アラド隊長のままだった。あ、ダメだった、ダメだった、やっぱダメだった。結構で集中だんまりだんまりで集中モードになっておりましたけど、いや難しいですね。やっぱりもう背景のこのチカチカでね、どうもこの白い玉を見落としてしまうんですよ。よし、一気に突っ切るぞ。かといってノーツの色を変えるのもそんなに好きではない。あれ、後ろに見えてたケーキがもうなくなっちゃった。ああ、一瞬だけなのか。でも大
確かにこのシュバル、あれシュバルチェシリーズ、でしたっけ、はいつもこんな感じだった。そう、チョコ渡されるっていうね。敵さんのお出ましだ。あ、でも結構あれと、あ、あ、ちょ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 、でも出張はうまくいきましたね。なんとかいきましたね。しよう、歌姫モード突入。あとこの曲のちょっと難しいところは、あ、外向きのね、ここ今のところ、今のところ外向きスワイプってのが結構難しい。あー、ダメ、喋ってるとほんとダメだ、全然ダメ。外向きスワイプって結構難しいですよね。皆さんそれぞれ苦手ノーツの苦手パターンとかいろいろあると思いますが、エウレカはこの親指を外向きに動かすのがかなり難しいと感じております。あー、なんかこの後ろのドーナツ系、あー一緒なのかな。でもなんかちょっとリンゴっぽいのも見えたような気がするぞ。はい、ということで全然特別演出に、見入ることなく終わってしまいましたが、まあとりあえずチョコ渡されると、私の歌でみんなゴリゴリでカルチャーやね。まあとりあえずチョコレートを渡されると、そういう演出でした。はい。あー、ちくしょう、一応ピックアップは引けました。はい、40連だよな、割引で、その次500引いてプレゼントボックスから受け取って1000にまた戻して、20連引いたから、だから40連ですね。40連でピックアップ1枚、まあ確率的には悪くないでしょう。ちょっと残りの20連が打足になっちゃったような気もしますが、でも今日だから40連引いた全てでバルキリー3機だったんですよね。あ、なんかね良くない気がするんですよ。どうせだったらなんか1機とかの方が、まあもちろん5機飛べば星5以上は1枚必ずね出てきてくれますから。あ、もうこの3機っていうのが本当に苦手なんか今日は愚痴っぽいですね、申し訳ございません、そうしましたらここいら辺で終了といたします。まあ、特別演出の詳細に関しましてはね、別動画でまとめて作っておりますので、まあ、まだまだあの初期の頃の特別演出しか見られておりませんが、でもね結構細かいとこ見てますから、まあ、あのこの間アップロードしましたフレイヤのねブラウブルーメ衣装なんか、いやこんなの普通にプレイしてたら気づかんだろうっていうかなり細かいね、変化もちゃんと取り残さず、取り込んで、写し込んで、まとめておりますので、ぜひともそちらも見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回もご視聴どうもありがとうございました。